何見てんだ。どう対する。ったく時間食っちまった。キリュウさん、お前なんでここに。いつかは俺たちもカムロ町に乗り込まなきゃいけないって思って。キリュウさんが行くんならちょうどいいと思ってさ。せっかくだから。みんなでって。まあいいじゃない、それだけうちらも。そうそう、一応アジト代わりにしていい。 M サイドカフェっていうミレニアムタワーの横のカフェなんだけど、今から少しだけ。仕方ないな、少しだけだぞ。こんな場所に俺らがたむろして構わないのか。この店マスターの知り合いが経営してるらしくてさ、掛け合ってくれたんだ。あのマスター一体何者なんだ。おお、本当にやがったなジョーの野郎。お前ら、お前の動きなんてな、こっちには筒抜けなんだよジョー。ジョー、ここに来たからにはもう容赦しねえぞ。カムロ町はジャスティスのホームだ。尾道みたいに。お前らにやりたいようにはやらせねえ。そんなの覚悟の上だ。そうじゃなきゃこんな喧嘩なんか売らねえよ。それよりどうだ、久々に怠慢でも張るか。断る。この人はカリスマレインメーカーだぞ。お前みたいな三下の相手をしている暇はない。勘違いしんじゃねえぞじゃあ。お前らの相手は俺たちがやらしてもらう。最近退屈だからよ、相手してくれや。おいジョー、何なんだこいつらは。六強人の最強タッグ、天山小島、通称天小路です。俺と岡田がジャスティス作って潰そうとしたギャング、カラーズの中心人物だった奴らです。カラーズの？なんでそんな奴らがジャスティスに入ってるんだ。岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。二人ともクソ野郎ですが腕は確かですから。おおジョー君、分かってんじゃねえか。そうよ、カラーズからジャスティスに鞍替えしてもな、俺たちがチャンピオンだ、永遠のな。 1+1 は2じゃねえぞ。俺たちは 1+1 で200だ。10倍だぞ10倍。おい計算間違えてないか。それを言うなら100倍だ。細けえこと気にすんなよ、スケール感の問題なんだよこの野郎。細かいツッコミ野郎、ぶっ殺しちゃうぞバカ野郎。まあまあまあ、天下の六。
巨人がこんなところでさ、我々の格が下がったように見られてしまうねえ、レインメーカー。ああ、そうだな。そういえばあんた、ま、あんたに恨みはないけど、俺の邪魔をするなら上等だ。せいぜい楽しませてくださいよ、飛龍会さん。てめえら覚悟しとけよ。あいつらがジャスティス本体か。こっちでも厄介なことになりそうだな。チームの編成をしたり、ジャスティスと戦うときはここに来て声をかけてください。わかった。お待たせしました。全員やっちまっていいんですよね。ボコボコにしてやりますよ。全員やっちまっていいんですよね。腕がなりますよ。腕がなりますよ。どうだよ。殺しにしてやりますよ。全員が詰まっていいんですよ。どうなっても知らねえぞ。こいつら死ねりゃいいぞ。この発音の生き様見せてやるぜ。分かったっす。言っちゃいますよ。了解っす。俺らもこいつら締めりゃいいぞ。こいつら締めりゃいいぞ。
ですよね。腕が足りません。こいつら締めりゃいいんだろ。こんなはずでは次はこうはいかねえ。やってやりますよ、桐生さん。全員が詰まっている。腕が鳴りますよ。お待たせしました。逃げろよ。ぐちゃぐちゃにしてやる。挟み込んでやる。ぐちゃぐちゃにしてやるよ。全員が詰まっていいんですよ。全員が詰まっていいんですよね。やりますよ。了解っす。了解っす。いっちゃいますよ。こいつら締めるよ。ぐちゃぐちゃにしてやる。腕が鳴りますよ。全員が詰まっていいんですよ。腕が鳴りますよ。ほらほらほら、気を緩める、進め。腕が鳴りますよ。
ら締めりゃいいんだな。全員が集まっていいんですよね。行くぞ。飛龍会の勝利だ。よくやった、お前ら。やってやりますよ、桐生さん。全員やっちまっていいんですよね。全員やっちまっていいんですよね。俺らの力、見せてやりましょう。こいつら死ねえ。もう逃げてもいいよ。
死ね。飛竜会の勝利だ。いい戦いぶりだったぞ。やるじゃねえか。俺を本気にさせる人間に会えたのは久しぶりだ。だがそろ、おい、次こそはお前らとケリをつける。俺と小島天狗地タッグでてめえらをギッタギタにし、一人だろうが二人だろうが変わらねえ。前にも言っただろう、俺たちは 1+1 で2じゃねえ、200だ。分かった。こっちがせっかく本気出すんだ。で、俺たちはジャスティスがどうのこうのとかは強いやつと戦えればそれでいいんだからよ。せいぜい楽しませてくれ。ぶっ殺しちゃうぞバカ野郎。次は天狗寺揃ってくるのかい。すんなりはこっちもしっかり準備して臨みよ。ああ。いよいよ天山小島との決…ああ、天山小島は一人一人も強敵だが、二人合わせた時には…だけど天狗寺を倒せればここでの勝利がジャスティス撃破の突破口になる。気合い入れていきましょう。よく来たな、ジョー。ビ…あんたらにビビる…あんたら倒して、岡田を倒して、お前なんかにそれができんのか。喧嘩で一度も岡田に勝てたことね。今まではな。だが今はは生きがるね。た、わかった。お前がどのくらい強くなったのか俺たちはじっくり見届けてやる。ぐちゃぐちゃにしてやる。
気を緩める。進め。ほらほらほら。次はこうはいかねえ。こいつら死ねりゃ、こいつら死ねりゃ、飛び込んでやる。腕が鳴り
ますよ。皆殺しにしてやりますよ。全員が使っていいんですよね。腕が鳴りますよ。全員が使っていいんですよね。ぐちゃぐちゃにしてやる。
しばらく寝てろ。キリエの兄貴、どうでした？サツからは何か情報はもらえたんですかいの？少しだけだ。後でまた、馴染みの伊達って刑事がここに。そこのママの旦那だけどな。悪いな、ママ、またたまり場にしちまって。いいのよ、好きに使って。この店には。ありがとう。そちらのママ、デカの神さんじゃったんか。いやー、下手なちょっかい出さんでよかったわ。大丈夫か？知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うとりますけ、さっきから心機くそ。余計なお世話ですよ。大体頭だって今の今まで黙りこ。バカだれ、お前が何も。警察の話や。達川を。中国マフィアって。ああ、達川は情報屋として、その作用か何かしくじって雇い主にします。しかし、えげつなことしよるの。達川は喉切られた上に心臓をめった刺しにされとった。見せしめっちゅうことですかの。なんか俺が知ってた達川とは別人みてえだ。カムロ町でホストになったと思う。そいつは中国マフィアの情報屋に。やっと見つけたと思ったら、俺は達川を半殺しにしてやろうと思って、すっかり気持ちが冷めちゃいましたよ。これからどうします、兄貴。達川が死んどるんじゃ、遥さんのことも何も聞きだ。分かってる。だが俺は。と言いますと？タスカワが中国マフィアに追われてたんなら、遥やハルトもその件に巻き込まれたって可能性がある。ん？もしそうなら、遥ちゃんがひき逃げされたのはただの事故じゃなかったってことすか？まだそう言い切れるだけの材料はない。だがタスカワって男には訳の分からないことが多すぎる。確かにそうっすね。キリュウ、邪魔して構わないか？広島の広瀬一家っていうと、あんたら陽明連合会の関係か？陽明連合会直系の増添組さんか。その末端の組ですわ。ほいじゃが、うちの総長の広瀬徹は昔近江連合ともバリバリやりようとるけ、サツの旦那じゃったら名前くらい知っとるじゃろ。悪いけど聞いたことねえよ。なんなら東京のデカも大したことありゃせんのんじゃの。それよりな、キリュウ、ちょっと遥かのことでお前に話しとかなきゃいけないことがある。ん？お前が広島に行ってる間に遥かの病院を移させてもらったんだ、都内の警察病院にな。何かあったのか？ああ、前の病院に東上会を名乗る連中から遥かを見舞いたいって問い合わせが何度も来るようになってな。東上会か、遥かを。そう名乗ってるだけで本当に東上会の連中かどうかもわからねえ。まあ、とにかく俺も気持ち悪いんでな、人目につかねえように病院を移したんだ。一応念のためだが、遥かの病室には誰も近づけねえように警備もつけている。遥かの容体は変わりなしか？あいにくな。お前ももう少し落ち着くまで遥の面会には行かない方がいい。お前らが下手につけられて遥の居所が嗅ぎつけられりゃ、もう移す病院のあてもねえ。そうか。せめて遥の意識が戻ればいいんだから。秋山はどうしてる？あいつも遥についててくれていたろ。遥を警察病院に移した時、秋山にも離れてもらった。あいつも中国マフィアに狙われる身だ。そうそうのんきに病院でじっとさせてるわけにもいかねえ。連絡は取れるか？ちょうど中国人のことで秋山に聞きたいことがあるんだ。いや、用があるときは向こうから連絡してくるって言うんでな、こっちからは連絡の取りようはねえ。でもお前が今さら秋山に聞きたいことってな。前に秋山と一緒にいたとき、エドっていう中国人とやり合ってな、
多分斎王会の中でも幹部クラスだ。秋山からそいつの居場所を教えてもらいたい。その後江戸から斎王会が辰川を殺した理由を聞き出す。なるほど。ただそういうのは警察の仕事なんだがな。まあお前に言っても聞きやしねえか。そりゃそうと、今度は俺にも話を聞かせてくれ。殺された辰川が神室町に来た行き先とか、広島にいた時の様子、遥とのやり取り、何でもいい。悪いが俺も仕事なんでな。さっきの伊達千代でか、年は食っちょるがなかなかの切れ者じゃったの。信用してもええようじゃ。そうっすね。伊達さんに任せておけば辰川が何で殺されたのかも掴んできてくれるんじゃないすか。そうかもしれねえな。だが俺は一刻も早く遥の事故の真相が知りてんだ。黙ってじっと待つつもりはない。なんでそんなに急ぐんです。サスも辰川の殺しを追い始めたんだ。いつ俺らを邪魔者扱いしてもおかしくね。伊達さんはともかく、結局警察ってのは組織。木の理屈で動く。例えば本庄ってデカは俺を犯人扱いできるとも匂わせてきた。なんじゃそれ。とにかく俺は自由に動けるうちに動いておきたい。まずは秋山を探してみる。前に秋山が隠れてた下水道に行ってみるつもりだ。お前らはここにいて、いつでも連絡が取れるようにしといてくれ。わしらはここで待機しとりますき、気にせず向かって使わさい。桐生の兄貴、気をつけてください。せがって誰だお前ら。把他包围起来，别让他逃走。要确定这家伙今天。中国人。話の通じる相手じゃなさそうだ。看我把你这混蛋给剁成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干干净净。
だいるな。どうも、キリュウさん。ああ、はあ、よかった。でも、キリュウさん、秋山さんなら前にあんたと出てったけ。また秋山と連絡が取れなくあんただったら連絡つけ。できなかないけど、少し秋山さんも慎重なんでね。連絡が取れるまで何人かに話通さなきゃ。 あいつは正直、秋山に俺の携帯へ電話よこすように伝えてもらえるか。分かったよ、少し時間をくれ。桐生だ。秋山です。連絡取れなくてすみません。何か？ああ、まあ転々としてますよ。カムロ町にはいますけどね。そうか、この間江戸って中国マフィアとやり合ったな。あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ？採用会の中でってことですか？幹部ではあるみたいですね、ボスと。やっぱりそうか。あいつの居場所は江戸と話したい。採用会が遥かの時江戸がいるのはアジア街です。そのど真ん中にあるでかい店が江戸の仕切りなんですけど。なんだ、桐生さんが店行って江戸と話したいと言っても手下どもが通してくれやしません。その店は採用会の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれ極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。とにかく電話じゃなんです、今から会いませんか？いいのか？劇場前広場にアパホテルってのがあります。そこのロキリュウさんはお一人ですか？ああ、人。わかりました。でも今度はつけられない。さっきから俺をつけてるのはお前らか。問答無用か。登場会の、どうなってんだ。なんで登場会の人間が俺を。
この体が。お前あしろよ。ライズアップ、確か流行りのスポーツジムだったな。よし。あれ、うん、わかりました。どうぞ。ああこちらが。ああ悪いな。いらっしゃいませ。そのご新規の方、当店は入会、はい、カウンセリング、そちらをお客。なるほど、それじゃあひとまずでは。ああわかった。お待たせ、私がか。なんだ桐生さん、いいか。お、それではライザップ。ああ頼む。まずライザップで一人一人に。あ、もしかしたら使うかもしれ。そしてトレーニング。ええ、ほら。なるほど、トレーニング、トレーニング会員になっていただくと以上が。なるほど。さて込み入った。ああ、いやー桐生さん、ほう。いえいえ、さて桐生。ライザ悪いが。そうですか、もし気が。ああ入会する気になったらライザップのトレーナーに話しかけよう。秋山、どうもちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしてね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト、人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ桐生さん。お前なんでここに。最近この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。東上界の菅井ってのも穏やかじゃないんで。桐生さんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ。いやー、よく見りゃ本当に四代目だったんですね。あの後カムロ町に四代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど。でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東上界以外にないんです。東上界の門がアジア街に火を。ええ、そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。でその抗争が収拾つかなくなると薩はうちの六代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋界はグルだったってんです。
アジア街の火事は菅井が西洋会を神室町に引き込むためで、その後の構想は六代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は東条会の人間に襲われた。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ、それじゃ俺はこれで。東条会には今の室田君みたいに考えてる奴が他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで、誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ。菅井たちと西洋会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。神室町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを。俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東条会と中国マフィアの抗争に加えて人言犯が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ、聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート。採用会のメンバーは半端な数じゃありません。人目を避けて死ぬところで桐生さんが江戸に。採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近、そしてそいつが春人の父親だ。え？じゃあそんな危なか。俺もまだ信じられない。なるほど。いいのか。ええ、もちろん。アジア、本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょ。そしゃ、
しばらく寝てろ。いらっしゃいま。ありがとうございました。教えて、誰に声をかけ、あ、どうもどうも、失礼です、私、少し、いや、あれ、いらっしゃい。ありがとうございました。悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、頭しこたま飲んじまって、これでも立川のこと俺だって酔いたかったのに、先に酔っ払われちゃいましたよ。ああ、まあお前は一本五万はする酒だ。ちょ、え、だからもうやめた。ユダ踊れ、なんで立川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後で何とかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことです。ああ当たり前じゃい、これから殴り込みっちゅう時に。いしかし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度はええですな兄貴は。けどその連中、立川をあんなころこっそり忍び込むっつっても本当に大バカだれ。我は何しにこういう時のために体張りに来たんじゃろ。いや確かに命がけだ。相手はほいじゃけど、わしらにとっても立川の弔いがさ。お前もええ加減。へいへい、そうだな。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。それじゃ。
かまあ。後悔するぞ。兄貴、アジア街じゃ。秋山ユンはここらで待ち合わせじゃ。ああ。こっちです、キリュウさん。少し距離を空けてついてきてください。南雲、ユータ。あいつが秋山だ。ええ。へい。少し遠回りになりますが、他の建物だった。そちら、こっちです。改めて、秋山です。キルさん。ああ。広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太。ハルトの父親だった達川も南雲じゃ。宇佐美優太です。秋山さんのことは。前はカムロ町の金貸しっち。前はね。今はまたホームレスに逆。それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から。いくつか建物の中を、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えだ。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わず。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね。もしいなければ江戸が店に戻ってくるまでこっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね。同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。それじゃ行くか。ええ、あ、そうだ。ん？東条会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから、気休めかもしれませんけど。またこれを。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さんです。それまでは南雲さんと裕太君はここで。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らしますんで。分かった。了解です。じゃあさっ物音を立てず。以后全部确认完了吗？是，已经全部交付了。好，キリュウさん、待って。啊，对了，你今晚有是有？好嘛，去是知道了，知道了，绝对是那么回事。サイズしたらこっち。止まって。お前何者だ。Yeah!
いいですよ。有可疑人物混进来了，他应该躲在附近，找出来。キルさん、バレない。找到了。あもう。仕方ね。早く行きましょう。今のうちに早く。それじゃあ、よいしょっと。
全員揃いましたね。それではご案内します。やけに静か。あれ、もしかすると当たったようですね。面白うなってきましたわ。死にさらせ。うわ、さんはそっちへ向かってください。さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。桐生一馬。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたい。辰川って男のことだ。奴を殺した。我々と言いますか、辰川を殺した。なぜ辰川？聞きたいことというのはそのことか。俺の質問。辰川のことはあなたにとやかく言われる筋合い。彼は辰川を殺した理由は、スケリュさんは ヘイハイツ、中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されん。遺説によればその数は、辰川という男はそのヘイハイツ、中国人だったってことか。西洋界は多くのヘイハイツを日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやった。辰川が余命連合会の極道になったのも、いつか我々の役に立つた。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は、わ、つまりは辰川がお前らにしでかした裏切りってどうしても聞きたければ、あこの私が辰川のもとへご案内して差し上げよう。桐生一馬、ぶっ殺してやる。死ね。
ナデーヌか。シリーハシンチご一行様の登場じゃ。わしらを忘れちゃ困りますぜ。綺麗な相手助け立ちします。おお、これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。うらおほう。キリュウの兄貴、こいつがエド。ああ、タツカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。ありゃ、マスゾエか。マスゾエ。キリュウの兄貴。オドレラ、ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる。陽明連合会の幹部か。陽明連合会は広島で東条会と差がなる。東条会と戦争してる中俺には言って。何。俺はな、キリュウさん、中身は生粋の中国マフィア。何だと。それじゃお前も。タツカは。タツカは中国人の、そして子供の頃から日本人に。ああ、確か。ただ俺はタツカと違って西洋界を。お前らは一体。この状況であんたが質問。お前らこそ何のつもりだ。今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えろ。お前らが辰川を殺した理由。辰川が。あ、辰川は広島で沢村遥。遥は俺にとって沢村遥が。そうか。それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊。マスゾエ、早くこいつらを。落ち着いてくださいよ、江戸さん。ボス。何。ボスが、なんでわざわざこんなところへ。私は西洋海総帥のローという者だ。
あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地，深藏着不能被人知道的秘密。嗯？何？把枪放下来。桐生さん。私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで。そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある？まず、私の持つこの店を、あんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ。我々は今、東城会との構想を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか。ああ、分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷って倉庫だった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。
ようわしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ。同感。もしかして舛添ってさっきの広島ヤクザいい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃけ、わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、あの舛添が中国人じゃったとはの。ヘイハイツとか言うとりましたか。タツカといい舛添といい、一体どうなっとるんじゃ。ヘイハイツって何なんです？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつってこっそり二人三人って産んじゃうんですよ。ところが生まれた子を役所に届け出ないもんだから戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。西洋会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいるのか。今までそんな話聞いたことないですけど。でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれてたわけですか。西洋会と陽明連合会ってのはなんかつながりがあるんですか？わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは達川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。桐生さん、明日本気で牢の誘いを受ける気ですか？ああ、あいつが中国マフィアに殺され遥かの地、もし誰かが意図的にやったことだとすれば。確かになるほど。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫か？さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が牢が俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、わしらも行きたいとこですが、達川と舛添のことといい、あの中あ、そ、牢が舛添に何か中国語でつぶやいてたの覚えて？ん？俺達川から中国語を教わってたんで大体の意味は分かったんす。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟道的土地，生长着不能被人知道的秘密。何？ローのあの中国語は何て言ってたんだ？あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからな。決して起こしてはならない尾道の秘密。カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。
カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝して。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの登場会は染谷さん、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。おい なるほどな。それじゃあ結局例の達川が命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何だ、もしかしたらそこに。
遥かの事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ？それじゃ採用界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか？もしそういうことならもう遥とをカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは採用会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんならもう俺らが採用会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は染谷。踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面拝まされるとはの。何の用じゃこれ。ふん。神室町の女の味はどうでした？南雲さん、広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東城会の町ですよ。お忘れですか？なんならあんたが店でどんなプレーしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た染谷。お前は東城会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は四代目にお願いがあってきたんです。悪い話じゃありませんよ。何？単刀直入に言います。四代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか？何だと？四代目は昨夜西王会総帥の牢に会われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東城会の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それで牢と次に会うのはいつです？その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね。何を企んでる？ご存知の通り東城会は今牢の採用会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね。やつの息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす採用会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東城会が殺したのか、ローの息子。刑事さんの前で野暮なこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東城会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東城会と西洋会の抗争に幕引くにはこの俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください。四代目、たまにはあんたも東城会のために役に立ってくださいよ。ねえ。けどが兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く義理はな。おい兄貴はの牢から大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまた牢と会うことになってるわけだ。は？染谷、
その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東城界内部にいるらしい。この話聞いたことはありますね。その噂によれば西洋界を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋界とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東城会六代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東城会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西洋会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは東城会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。牢のところへ案内する。え、兄貴、ちょっと、ええんですか？ただし牢には今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます、四代目。兄貴、いけんよ。あの染谷の外道は抗争相手の牢をやる気じゃ。もしそがな真似されたらもう牢から立川の話聞けんようになる。ああ、だからこそ俺は染谷と一緒に動くんだ。え、あの染谷って男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからない。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあの染谷が来ます。あいつを連れて牢のところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いときますわ。よかったら夜。ああ、わかりました。すまないな。これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。染谷、約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。
ああ、安心しろ。ローのところへ案内してやる。兄貴、このバカタレが何ぞおかしな真似しよったらすぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わせ。そのつらボコボコにしたると。四代目、ローと会う場所はどちらで。前は桃源郷ってソープだったビルだ。ローはそこで待ってる。桃源郷、あんな場所にローが。何か問題でもあるのか。まあ、あの建物の中に入ればわかりますよ。4代目はあの牢に何て言われてまた会うことになったんで。登場会の人間には関係ねえことだ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはない。そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってザコは放っておきましょう。たく、時間食っちまった。どういう、あそこは前とは様変わりしてましたね。そうかもしれない。誰も手出ししてこなかった場所ですね。そこに入り込んだ連中がまた僕でもないのかばかりだ。多分脳はそいつらを使って呼んでいるのかな。例えば四代目が本当に手を振る価値がある男なのか。どうか。ここだな。ローはもう俺が四代目と一緒にいることに気づいてるはずです。約束と違うなんつってとんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな。そうなりゃお前も俺もお互い無駄した。まあ入ってみてのお楽しみです。しかしこんな小汚い場所で出迎え。ああ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですが、セラ三代目が死んだ後、東条会の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知です。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくってダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな太刀の。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで。ところが今は警察も東条会と中国人の抗争で手が回らねえ。でこんな街のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうです、四代。しかしこの建物のそこのチンピラどもは。ならこいつらはその割には俺だと。どうせこいつらから身のある話なんて。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや。四代目、
この先に通路がありますよ。こいつをどかしたら先に進めそうです。一人で先に進みましょう。このはしごを使って上へ行きましょう。ここで待ってますから早く上がってきてくださいよ。
Oh.
キリュウさん、あなた一人で来ていただく約束だ。連れがいるのはどう？ロ、もっとも私は日本人の裏切りには慣れている。お久しぶりです。こんな場所にいらしてたんじゃ、いくらアジア、カムロ町には東上界の手、ここはその一つに過ぎない。なるほど。しかしあんたらの匂いが臭くてね。我々をこの町に招き入れたのはあんたたちに、私の息子を殺したの。そうか、お前らとローはもともとグルだった。アジア街を焼き西洋界を引き込んだ後のお前らの構想は大吾を警察に逮捕させるための茶番。ねえ、ですが今は見ての通り、俺らと中国人は戦争の真っ最中です。菅井さんが東上界の頭になり次第、用済みの際をなかなかしぶとくてね。改めて言いますよ、俺と手を組んでください。正直言うと、さっきまでローはこの場で殺すしかないと思って。四代目と一緒ならローを生け捕りにすること。それに俺がここでローを殺すとなりゃ四代目は止める。あんたはローから聞き出さなきゃならねえこと。でも俺と一緒に奴を生け捕りにすりゃ、俺もローを殺しちまうより生け捕りにした方が後々西洋界の連中を支配しやすい。俺とお前で利害が一致していると言いたいわけか。ええ、違いますか。思ったより甘え野郎なんだな。例の噂によりゃお前らは大吾をはめて無所にぶち込んだんだったな。俺はあいつをガキの頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを東上界六代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。足は洗っても俺は結局根はヤクザだ。身内に手出した相手がどんなやつだろうが、やられたらやり返す、そういう性分なんだな。あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから、恐れ入りますよ。ん？ローさんの目の前で俺を倒せば、あんたは西洋界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いて？四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。四代目が怠慢張ってくれるとなりゃ、こんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い！
これが堂島の竜。俺もここまでですね。今からどうあがいたとこであんたらから逃げることもできねえ。さあどっちが俺をやるんです？あんたか、それとも老さんか。桐生さん、私は息子を殺されているんだ。言い訳をしないんだな。私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕岩見つ岩見クルス会長の息子が、あの男は東条会の頭を自分につ我々をカムロ町に引き込み道具にした。そして用が済むと私の命を狙い、息子はその巻き添えになって死んだ。何だと？この染谷も東条会の菅井もその後ろに岩見常雄がついてい、つまりこいつらは殺っ。そんなこと言ってると後悔。あんた自分を殺そうとする男を消しもせず伸ばたったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら、私はね、私の命を狙う人間は星の数ほどいるんだからな。この場であんたを殺すことは、それは東条会といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して私を狙う蜂を増やすのは。俺がほんの少し大きいだけの蜂だと？そうだ。その上あんたは今殺す仮だって。それはそちらだが、あんたを生かすことで私へのリスクは。なるほど。だが岩見常雄には息子の敵を取るためなら私は。桐生さん。いや、私もあの男とのやり取りを見たおかげであなたという男を知ることができた。そもそもあなたをこんな場所へ招いたのはそのためだ。あいにくだが、タスカーのことを聞かせてもらおうか。俺がこんな場所まで来たのはそのためだ。タスカーはなぜあんたらに殺されない。あいつがやった西洋会への裏切りってのは何だ？残念だが、タスカーの裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋会に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だがな。何だと？もっとも辰川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら辰川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。あの子の本当の父親は他にいる。なんでだ？なんでお前にそんなことがわかる？まさかお前は遥のことも知っているのか？私から今言えるのは、カムロ町で構想している組織にとってあの赤ん坊が重要な価値を持っていること。そしてその価値を知る人間がますます増えているということだ。ハルトの価値ってのは何だ？あの子の父親は一体誰なんだ？多分その電話には早く出た方がいい。あんたが思っている以上にあの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。あ、桐生の兄貴、雄太です。広島でまずいことが。何があった？清美さんから連絡があったんす。うちのおやっさんが
ハルトを連れて姿消したって。広瀬の親分がハルト、どういうことなんだ。俺にもわけわかんねえっす。もしもし兄貴、聞いてますか。すぐにだ。初乗り料金730円になり、かしこまりました。それでは出発いたします。桐生の兄貴、待たせたな。あれから何か。今も広瀬のおやっさんとは連絡が取れません。ハルト、あのおやっさんが土下座したい。なんであん人が坊ちゃんを。ローが言うには、ハルトには、え、そしてハルトの父親は達川じゃないら。なんじゃそのローと話したことは。ほいじゃが兄貴、松永と高頭の話だと本家の連中も広瀬のおやっさんのこと探しとるらしいんですわ。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水、あの陽明連合会の若頭。よう分からんが、ローって男の話を真に受ければ、坊ちゃんがなんや大きな事件に巻き込まれてるのは間違い。本家の狙いもおやっさんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島、広瀬一家の連中、松永と田頭は。大丈夫です、今本家に見つからないよ。漏れのか、危なっかしいの。いずれあいつらも本家の連中に身柄を。たとえあの二人が広瀬一家の人、どちらにしても急いで広島に戻って漏れのに行こう。鴨の町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。兄貴。ああ、
兄貴、まずはモレノに向かって使うぜ。でも頭、本家の連中もおやっさんを、あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに。そうじゃ、連中が無理にでも押し通ったら、相手が本気じゃろうが邪魔してくんだらやるしかないで。おう、そこ兄貴、あんな、やっぱり桐生じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のジジイはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。踊れ、舐めとるんかこら。死にさらせ。相手にしちゃったらキリがあれやせんで。おう、ほうじゃけど、あの達川がどえらい話ば、わしも田頭をぶちん、もう、桐生さんたちがここに来るって田頭くんから知らせもらったの。ごめんなさい、私が春人くんを預かって。な、何を言うんじゃ、キヨちゃん。ほいじゃけど、キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れていく。何しても座って使うさい。夕方頃、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんが
フラッとうちに来て親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで嬉しそうに笑ってた。それで飲み始めてすぐ親分さんが、でもちょうど切らしちゃってて、それで私で、キヨちゃんが店、うん、それだ。最初はハルト君を連れて散歩に、でもカウンターに飲み台、親分さんの携帯に電話したら何が起きたのか、けどいつまで経つ、それで松永さんに連絡して、親さんなんか、うん、普段通り。飲み台置いてったとこ見ると誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで、え、その牢が立つかはハルトの、ハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって、じゃけ小清水の頭が親さん探しとるもん。もしかして親さん、じゃったら清美さんに一言言うと言ってもええし、清ちゃんを巻き込み、いや全部広瀬の親分に聞いてみないことには何も。今確かなのは、くそ、親さん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。本当にしっかりハルト君のことを見ていなく、いや、でもそれより、え、カムロ町で、そ、多分あいつとはいつかな、あの染谷は登場界の六代目を罠にはめて無所にはめられた六代目は俺がご、すまない、あの人と私は、だが私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この何もない町がずっと嫌だったから。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをして、ちょうどバブルの頃、それまで見た東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳、いろんな客を、そして肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、しかもその人の後ろにはヤクザ、そのヤクザが、ううん、違うの、そ、ん、染谷も客の一人だった。でも私が借金地獄に、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。その格好もう、あんたがあの男に。